皆さんこんにちは。サッカー日本女子代表なでしこジャパンの一員の長谷川唯選手。長谷川唯選手は現在病気を患っていると言われており、中でもバセドウ病ではないかと噂されているようです。今回は長谷川唯選手の現在の活躍やハーフの噂、家族構成、冨安健洋選手との関係、病気の真相などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは長谷川唯選手のプロフィールを紹介していきます。生年月日1997年1月29日、出身地宮城県、出身大学日本大学、身長157センチ、体重47キロ、血液型 B 型、所属チームマンチェスターシティ WFC、 ポジションミッドフィルダー、経歴は小学校入学時戸田南 FC スポーツ少年団に入団してサッカーを始めます。そして2009年にはテレベレーザの下部組織であるメニーナに入団。2011年から2014年には全日本女子ユースサッカー選手権大会優勝の中心選手となります。2013年から2021年には日テレベレーザの一員として飛び級でなでしこリーグの公式戦に出場。2015年にはリーグ戦で初得点を挙げ、2017年には日テレベレーザのリーグ3連覇に貢献、ベストイレブンに初選出されています。2021年からはイタリアの AC ミランフェミニーレへ移籍。同年2月27日には移籍後初ゴールを決め、この試合の MVP を受賞。その後イングランドのウェストハムユナイテッド FC ウィメンへ移籍し、同年10月3日にはマンチェスターシティ WFC 戦へ出場し、1ゴール1アシストの活躍されています。2022年にはイングランドのマンチェスターシティ WFC へ移籍。同年10月16日のレスター WFC 戦では移籍後初出場、初ゴールを決めチームに貢献しています。そして2023年には2023年女子ワールドカップ日本代表に選出され、なでしこジャパンの攻撃の要として期待されていました。そんな長谷川唯選手は難病に侵されていると言われ、噂されている病名はバセドウ病です。バセドウ病は人口1000人あたりに 0.2 から 3.2 人の罹患率と言われており、20代から30代の女性に多いそうです。しかし仮に長谷川唯選手が病気だとして、所属するマンチェスターシティ WFC が何も発表しないはずがありません。長谷川唯選手を日本代表選手に選出している日本サッカー協会も選手の健康をないがしろにして試合に出場させ続けるでしょうか。ありえない話ですよね。またバセドウ病では甲状腺が腫れて外見からもわかるようになります。長谷川唯選手には甲状腺の腫れが見られず、これらのことから病気説はデマと断定していいと思います。ではなぜバセドウ病と言われているのでしょう。理由の一つは大きな目にあります。バセドウ病の症状に目が飛び出たり目が完全に閉じないなどがあるためです。二つ目の理由はとても細い体です。長谷川唯選手は身長157センチで体重47キロです。バセドウ病の症状の一つ、体重減少を心配されたのでしょう。三つ目の理由はバセドウ病を発表した選手がいるからです。2021年5月13日、元なでしこジャパンの京川舞さんがバセドウ病と診断されたことを所属するアイナック神戸レオネッサが発表しました。バセドウ病は血液検査で甲状腺ホルモンの量と TSH 受容体抗体の有無を調べることで診断されるそうです。またバセドウ病の原因は特定されていないようです。しかし原因の一つにストレスがあるとされています。サッカーの試合時間中のストレスや練習の過重がかなり強いのかもしれません。スポーツ選手でバセドウ病と発表されることが多いのもそのためかもしれませんね。いずれにしろどのクラブも選手の健康には細心の気を配っているはずですし、長谷川唯選手が病気になればクラブで診察と治療をするので安心ですね。そんな長谷川唯選手は他にもハーフなのではないかという噂があります。ですがどうやらハーフではないようです。
目がパッチリしていて、日本人離れした雰囲気は、お母さんが沖縄の方ということですから、もしかするとお母さんもはっきりとした目鼻立ちをされた美人さんなのかもしれません。また家族については、長谷川唯選手、父、母、兄の4人家族だそうです。お父さんとお母さんについては詳しい情報はほとんど見つかっていません。そのため、お父さんがどんなご職業についているのかは不明ですが、一説によると会社員ではないかと言われています。そしてお兄さんも現在のご職業は会社員と言われているようです。そんなお兄さんは、長谷川唯選手がサッカーを始めたきっかけでもあり、過去にお兄さんのサッカーをされている姿が X に投稿されていました。動画ではすごく難易度の高いテクニックを披露しており、兄弟揃ってサッカーの才能があってすごいですね。また長谷川唯選手のマンチェスターシティ WFC への3年契約の移籍に伴い、移籍金や年俸について調べましたが、現在のところ長谷川唯選手の年俸に関する公式な情報は見つかりませんでした。しかし以下の日本の WE リーグやイングランドの FA 女子スーパーリーグでの平均年収を参考とすると、推定年俸は400から500万円ではないかと予測されます。日本女子プロサッカーリーグの WE リーガーでは、将来的には1000万円プレーヤーを目指しており、初代王者のアイナック神戸はリーグ2年目に初の年俸1000万円プレーヤーを誕生させたとのこと。また2023年女子ワールドカップでは、賞金の一部を各国連盟ではなく選手に分配する制度を導入するとのことで、出場する全選手に最低3万ドル、約420万円が分配されるようです。これらを踏まえ、所属チームの年俸プラスワールドカップでの分配金などを合わせると、もしかしたら1000万円以上を獲得している可能性があります。長谷川唯選手は現在イングランドの FA 女子スーパーリーグのマンチェスターシティ WFC でプレーしています。トップクラスの選手たちと競い合う中、長谷川唯選手はチームにとって重要な選手となり、数多くの試合でプレイヤーオブザマッチに選ばれるなどの活躍を見せています。そんな長谷川唯選手はイングランドでは技術的な能力や戦術理解が高く評価されています。特に長谷川唯選手のテクニックやパスセンス、さらにゴールへの嗅覚はチームの攻撃を牽引する重要な要素となっており、イングランドのサッカーファンからも高い評価を得ています。その証拠に、長谷川唯選手の SNS には、唯は最高のサッカー選手、長谷川唯今季最高の移籍、唯あなたはシティにとって奇跡だった、あなたが来た時私たちはあなたが宝石であることを知らなかった、今となってはあなた抜きの先発メンバーなんて想像できない、などの海外からのファンのコメントが多数寄せられています。マンチェスターシティへの移籍直後は怪我で出遅れることもありましたが、4-0で快勝となったレスターシティ戦でのデビュー戦では、88分にはゴールを決めています。その後は中盤の要としてピッチに立っており、得意とする攻撃的なプレースタイルでチームを牽引しています。また ザ・ガーディアンでは、2022年世界最高の女子サッカー選手100人の73位にランクインしています。そんな長谷川唯選手は冨安健洋選手と付き合っているのではとも言われていました。サッカー界を代表する2人のことですので注目です。結論から言いますと、ネットや SNS で調べてみましたが、2人が付き合っているという噂は出てきても公には公表していませんし、決定的な証拠があるわけでもないので付き合っていると断言はできませんでした。冨安健洋選手と長谷川唯選手は同じイングランドの名門チームに所属しているので接点もあるでしょう。拠点が同じイングランドであることも考えると、この噂も信用性があるような気がしてきます。それではなぜこの2人が付き合っているのではないかという話になったのかの経緯や情報をまとめていこうと思います。1つ目は、長谷川唯選手のインスタに冨安健洋選手の誕生日の日に仲良くお祝いをしている投稿がありました。投稿を見る限り、冨安健洋選手のことをトミ君って呼んでいることが分かり、
確かに2人の仲が良いことは伝わります。2つ目は男女の違いはありますが、同じイングランドのプロリーグでプレーしているということが挙げられます。同じ国のリーグでプレーしているというだけで、プライベートでの付き合いがあってもおかしくはないです。しかし冨安健洋選手と長谷川唯選手はイタリアでも同時期にプレーしており、イングランドに移籍したのも同じタイミングだったのです。また一時期冨安健洋選手と長谷川唯選手の匂わせ投稿がインスタにあるという噂がよく出ていました。その匂わせ投稿というのが、インスタのストーリーに2人が全く同じ投稿をしてたことが発端です。ストーリーの投稿なので24時間経つと消えてしまうため現在は確認できませんが、この投稿によりサッカーファンは2人が付き合っていることの匂わせだと噂が広がっていったようです。確かにこの投稿を見ると2人は確実に付き合っていると感じてしまうファンも多いでしょう。いかがでしたでしょうか。今回は長谷川唯選手の現在の活躍やハーフの噂、家族構成、冨安健洋選手との関係、病気の真相などについて紹介していきました。年々と飛躍を遂げている長谷川唯選手、今後もマンチェスターシティ WFC での活躍に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。